の動きが活発になる近年、海上保安庁でも巡視船の造船が着々と進められています。巡視船あかつきもすでに引き渡しが済んでおり、尖閣や南西諸島で目を光らせている状況です。とはいえ、今後も多くの大型巡視船の配備は必要不可欠であり、中型巡視船との連携も強化していくべきでしょう。無論、上空からの監視体制は万全であり、24時間海峡局の動きを監視している状況ですね。さて、今回は海上保安庁の大型巡視船である黎明型について詳しく見ていきましょう。海上保安庁の最新艦艇である黎明型巡視船の2番艦あかつきが就役したのは2021年2月16日のことだ。あかつきはそのまま中国公船が幾度となく侵入を繰り返している尖閣諸島を管轄下に置く第10管区海所保安本部に配属。鹿児島港を母港とする第10管区海所保安本部は、本所に1番艦でネームシップの黎明とともに暁が配備されており、今後とも尖閣諸島を含む南西諸島の防衛を行う上で重要な役割を果たすことは疑いようのない事実である。ここで黎明型巡視船の諸元について掘り下げていくのだが、排水量が約7300トン、全長150メートル、全幅17メートルの艦隊に1機9000馬力を発生するディーゼル機関を4機搭載している。また最高速力は25ノットと海上自衛隊の艦艇と比較しても何ら遜色のない規模なのだ。しかしながら、通常の海上自衛隊護衛艦で並走されているような対艦ミサイルや魚雷などを装填する兵器は装備すること不可能となっている。これはあくまでも警察としての力の範疇を超えないための配慮であり、その代わりに70口径40ミリのボフォース射程単装機銃2機と20ミリバルカン砲を2機ずつ採用しているようだ。その他には遠隔放水銃や停戦命令等表示装置、遠隔監視と小装置などに加え、両舷に救難用の高速警備救難艇、全天候型救命艇、警備艇が搭載されており、これらはテレビでもよく目にするような装置たちである。黎明型は前級である秋津島や前々級の四季島に次ぐ6000トン超級の大型巡視船だ。今回着目していく暁の建造費用はおよそ234億円で、2010年度計画で建造された秋津島の発展型とされている。しかし、計画年度が6年離れていることから、全体的に改良が加えられたものとなった。まず後部マストだが、秋津島では前部マストと同じラティス構造だったものが、暁においては、サーチライトや FCS の台座を兼ねた搭乗のマストに改良されている。加えて、居住区画は防音が徹底されており、政府材が活用され、居住性も格段に向上しているようだ。言うまでもなく、任務の長期化にも対応可能なように、十分な保存水や食料などを搭載するスペースも確保されている。ここで、海上自衛隊の最新鋭イージス艦であるマヤ型の諸元を見ていくのだが、基準排水量8200トン、満載排水量1250トン、全長170メートル、全幅21メートルの艦隊で、6万9000馬力の機関を搭載し、30ノット以上の速力となっており、この数値を見る限り、やはり、黎明や暁もほとんど見劣りしない数値を誇っているのだ。だが、建造費としては、やはり、イージス艦の方が高額であり、マヤ型が1隻あたり1700億円であるのに対し、
暁はその6分の1で製造することができる。無論、海上自衛隊の護衛艦は敵と戦闘することを前提に作られたものであり、それゆえに巡視船と比較して設計や構造的に高額になることは仕方のないことだ。だが、特にマヤ型においてはイージス兵器システムのコストが大きいと言えるだろう。 SH-60kg 哨戒ヘリコプター1機を搭載可能なマヤ型だが、平時は搭載していない。暁も他の大型巡視船と同じように完備に大型のヘリであるスーパーピューマ225を2機搭載可能としている。チラも平時は1機のみを運用し任務をこなす運びだ。暁に搭載されている大型ヘリコプタースーパーピューマ225はフランスのエアバスヘリコプター社、旧ユーロコプター社が2000年に開発したものである。全長 19.50m、 全高 4.97 メートル、座席数21席、最高速力150ノット約 280km となる大型ヘリであり、日本において海上保安庁以外にも採用例のある機体だ。余談だが、暁に搭載されたヘリコプターの愛称は一般公募の中から採用された。今回採用されたのは青鷲という名称であり、これは南九州の青い海と海上保安庁のイメージカラーである青と大空を力強く羽ばたく鷲を組み合わせて名付けられ、そこには南九州の海を力強く守ってほしいという思いが込められている。陸上自衛隊においてスーパーピューマ225は3機調達されており、木更津駐屯地の第1ヘリコプター団特別輸送ヘリコプター隊にのみ配備している。これらは通常の輸送任務のみならず、皇室や内閣、国外からの要人の移動を担う機体としても活用されているとのこと。また陸上自衛隊に納入されている機体にはいくつかの改修が施されており、操縦席周辺に防弾板を設置し、エンジンの排熱温度を下げる IR サプレッサーが挿入されている。 IR サプレッサーというのはエンジン排気口からの排熱を抑えて赤外線誘導ミサイルの追尾を軽減してくれる赤外線排出抑制装置のことだ。東京消防庁においても3機が配備されているが、こちらは救難や救助、救急といった人命に関する任務や航空消防を主な任務としている機体である。陸上自衛隊の機種と同じように非常時の安全対策のため緊急用いかだや緊急用着水装置なども備えており、より汎用的な救助任務に当たれるようになっている。このように様々な組織において採用されている同機だが、海上保安庁での保有数は突出した9機という数である。巡視船以外にも各陸上拠点での運用が行われており、今後とも活躍に期待を寄せられている。さて、暁艦載機である青鷲だが、今後は尖閣諸島周辺で中国公船と対峙するであろうことが予想されている。これらは具体的に中国海峡局という組織に所属する艦艇であり、中国政府の息がかかった船というわけだ。従来中国海峡局は日本の海上保安庁と同じように警察としての権限しか持ち合わせていなかった。しかしながら2017年以降は着々と武装警察といっても過言ではない組織へと改変されており、現状軍隊と何ら遜色ない武力を所持している家よう。確かに米国沿岸警備隊も米軍の一部であることを考慮すると
脅威と認識するのは早計のようにも思える。しかしながら、2021年2月より、海恐怖法が改められたことにより、その脅威度は明らかに増してしまった。改正以前と比較すると、中国海恐怖局所属の艦艇や職員の武器使用のハードルは格段に緩和され、これにより、海恐怖局の武器使用の可能性が向上したことになる。アメリカ政権が共和党のトランプから民主党のバイデンに移行したことも、中国は好機と捉えているのか、尖閣諸島の実効支配への動きは加速度的に上がっているのだ。本来、尖閣諸島は日本の領地であるのだが、中国からすれば日清戦争により日本に奪われた土地という見方が大勢を占めており、いかに日本の固有の領土であることを主張しても、聞く耳など持たない状況である。現状、尖閣諸島の周辺海域に、幾度となく出没を繰り返す中国公船に対して、海上保安庁は手出しできない状態だ。日本の漁船の操業を妨害されないように動くのが関の山であり、言うまでもなく、海上保安庁側から、武力行使を行うこともできない。つまり、もし、中国海恐怖局艦艇に攻撃の意思があれば、いつでも武力による衝突が起こり得てしまう。実際、このような状況を懸念して、日本からも海上自衛隊の艦艇の投入を進めるべきといった強硬意見も出ている。だが、中国から、先に手を出したのは日本であると指摘されれば、国際的にも面倒になることは明白だ。だからこそ、この件については慎重に対処するしかなく、日本の大勢としての意見もそちら側である。もし仮に海上自衛隊の艦艇を投入し中国側から攻撃を受けた場合に関しても、日本側には問題が山積みだ。様々なしがらみの中で動くしかない日本は、極論で言えば殉職者が出ないと本格的に動こうとしないだろう。自衛隊隊員はもちろんのことだが、海上保安庁職員も同様に、日本を守る大切な人員である。政治を担う立場にいる方々には、もしもの時、海上保安庁職員も、国際法においてしっかりと守るという意思を持って行動してほしいものだ。も、が味方護衛艦の収益が、かなり急ピッチで進む中、2023年3月には、4番艦のみ、クマも収益します。建造能力もすごいのですが、何よりもが、味方の性能が、異次元との情報をキャッチしました。今回は、この三熊護衛艦収益間近と、その性能を詳しく見ていきますね。ロシア海軍のアドミラル艦が沈没していたけど、あんなのより数段性能はいいですし、少人数化が世界も驚きだと感じています。中国の055型とは別物です。2023年を迎えた日本では、昨年末に閣議決定された、安保関連3文書の内容に基づいた防衛力の強化が各分野で具体的に進められていくこととなり、従来と異なり反撃能力を有する装備の拡充が
注目を集めている。そこでは、有事の際に敵の領域内への攻撃を行い得る兵器として、スタンドオフミサイルの重要性が大きく打ち出されており、一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や、当初防衛用の高速滑空弾などの開発と配備が、大きなウェイトを占める。確かに、ここまでの大掛かりな自衛隊の装備のベクトルの見直しは、近年稀に見る戦略、戦術の大転換であり、昨年2022年の参議院議員選挙で、与党である自民、公明両党が勝利を収めていなければ、政治的にも困難だったと予想される。また、昨年2月にロシア・ウクライナ戦争が正起したことが、日本のこうした防衛政策の転換にとっては、言い方は悪いかもしれないがある種の追い風になった側面も否定できず、防衛費の増額を打ち出しやすい空気を醸成した感もある。そうした意味で、日本の防衛政策という視点からは、激動とも言うべき変化が感じられらた2022年だったが、海上自衛隊の新型護衛艦として、従来にない多目的な艦艇であるもが、身型が収益を開始したことも特筆に値するだろう。海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが身型は、2022年3月に2番艦の熊野、翌4月に1番艦でネームシップの最上、そして年末の12月に3番艦の能代が収益を果たし、日本の海を守る一員に加わっている。そして今年2023年はここに、さらに3月の予定で4番艦の三隈、年末の12月に5番艦の矢作が収益を迎える計画となっており、今年を含めて1年で2隻ずつがしばらくの間継続して増加していく状況となっている。現時点ではこれらもが身型護衛艦は全体で22隻の建造が見込まれており、一艦種を長期間運用することについての弊害も指摘されつつも、おおむね収益から数えて40年間ほどが使用期間として想定されている状態であるもが、身型護衛艦は海上自衛隊の艦艇としてこれまでになかった FFM という新たな艦種記号を冠されているが、これには艦艇の規模を示すフリゲート艦の意味と、多用途機雷を指し示す意味とが込められていると解釈されている。海上自衛隊では近年は一定規模以上の艦艇を全て護衛艦という呼称で統一しているため、フリゲート艦という区分はアメリカからの供与を受け、1950年代から1970年代まで運用されていたクス型護衛艦以来となった。そうした新たな艦種記号 FFM を冠されたもが身型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルの規模を誇り、世界的に見て、フリゲート艦としても、大柄な部類に入る。ちょうど、2023年1月4日には、ロシア海軍の最新鋭のフリゲート艦である、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの1番艦、アドミラル・ゴルシコフが、極超音速兵器のツィルコンを搭載して、航行に出たことが、報じられた。ロシア・ウクライナ戦争において、このところ、地上戦で、芳しい戦果を訴求できていない、ロシアのプーチン大統領は、この、アドミラル・ゴルシコフを航行させることで NATO 加盟国に対して恫喝する材料を増やした形である。ロシアが喧伝するほどに、ツィルコンが NATO 加盟国に対して、効果を発揮するのかは、現時点では何とも言えないが、ロシア側曰くは射程距離で 1000km 以上、飛翔速度は、マッハ9以上のため、迎撃は困難だと主張している。このツィルコンを実装するとされる
アドミラル・ゴルシコフだが、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル、全幅が 16.0 メートルの規模であり、も、が、2型護衛艦と、かなり近似値である。ただし、海上自衛隊のもが2型護衛艦と、ロシア海軍のアドミラル・ゴルシコフ級フリゲートの最大の違いは、その主兵装にあり、前者が、最大で、VLS、垂直発射艦を、16セル搭載可能な前者に比して、後者は、倍の32セルを装備している。そうした兵装の面からも感じられるも、が、2型護衛艦の特徴は、水上戦闘艦として、重武装に振らず、対空、対艦、対戦闘のバランスの取れた兵装と、機雷の除去と、施設の能力を付与された多用途艦である点に、尽きるだろう。それらに加えてもが、2型護衛艦は、対艦のイメージ通りに、従来艦に比して、大幅にステルス性を考慮した設計となっており、中国海軍による、南西諸島方面への圧力に対抗する上で、多用途性に重きを置いたことが伺える。も、が2型護衛艦は、これまでのところ、おおむね、一隻あたりの単価では、500億円弱の建造費であることが明かされているが、海上自衛隊では、これらよりさらに安価で小型な艦艇である、哨戒艦も、今後は建造していく、方針を打ち出している。結果として、最後の防衛計画の大綱となった2018年分の同文書の中で初めて言及された哨戒艦は、一隻あたりの建造費がおよそ90億円という定額な小型の艦艇であり、どちらかといえば海上保安庁の巡視船に近い印象を受ける。哨戒艦は基準排水量が1920トン、全長 95.0 メートル、全幅 12.0 メートルほどの艦隊に、ディーゼル機関と電気推進を合わせたのコッドラード方式を採用、最高速度は20ノットほどで、搭載する兵装も30ミリ機関砲程度と考えられている。こうした哨戒艦やもが、2型護衛艦の使用を鑑みるに、今後の海上自衛隊は、ますます激しさを増すことが予想される南西諸島方面に対して、消費と化を図った小型艦艇での監視任務を強化しようとしていることが見て取れるだろう。その意味において、浜屋型などの大型のイージス護衛艦や、イージスアショアの代替を担う艦艇として、計画が進み、新造されるイージスシステム搭載艦らと並行して、小回りの効く艦艇を増加させる方針だと、解釈される。ちなみにもが2型護衛艦は、直接的には、沿岸防衛用に設計、建造された阿武隈型護衛艦、艦首記号は、DE の後継艦にあたり、同艦は、基準排水量2000トン、満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル、全幅 13.4 メートルの規模であった。阿武隈型護衛艦は、1番艦で、ネームシップの、阿武隈が、1989年、最終6番艦の、トネ、は、1993年に、就役をしているが、すでに、トネ、であっても、慣例は、今年で30年を迎えることから、遠くない将来での退役が見込まれる。すでに、阿武隈型護衛艦の前級であり、1983年と1984年に、2隻のみが建造され、太夫張型は、すでに、2010年に、退役を迎えており、海上自衛隊としても保有、運用する艦艇の新陳代謝を、必要な防衛力との兼ね合いの上で進めていくことが、急務となっている。必要とされる乗組員の定数から見た場合、阿武隈型護衛艦は約120名、もが、2型護衛艦は、これよりも、はるかに艦隊が大型化しているにもかかわらず、約90名と、
非常に少ない人数での運用が可能なほどに、省人化が図られている。しかし、日本の少子高齢化の傾向は、ますます加速する上、慢性的な人員不足に直面している海上自衛隊にとっては、その数であっても、必要数を充足させることは容易ではなく、防衛費の増額は図れたものの、課題は尽きない。陸上自衛隊や航空自衛隊に比しても、海上自衛隊で艦艇への勤務になれば、携帯やスマホがほとんど使用できない環境下に置かれるため、そうした勤務への希望者は圧倒的に少ないであろうことは、想像に難くないのが現実だと言えそうだ。兵庫県の三菱重工神戸造船所で、大芸型潜水艦3番艦の進水式が行われました。神芸潜水艦の誕生です。今回は、この神芸潜水艦について見ていきましょう。注目されるポイントは、やはり電池システムでしょう。大電流時代にふさわしい高性能にアップデートされているそうですよ。電池システムとディーゼルエンジンとのハイブリッドですが、充電時間の短縮が今後の課題になるでしょう。とはいえ、以前よりは早く充電できるようになっています。海上自衛隊は、2022年3月、最新鋭潜水艦大芸型のネームシップであり、1番艦の大芸を就役させましたが、10月12日には、建造中の同3番艦を進水させ、神芸と命名する式典を行いました。これからも、竣工に向けた準備が進められていく神芸ですが、この名前は、漢字で新クジラと書きます。迅速の新ですから、大海原を疾駆するクジラを表しているとされます。この艦が実際に就役するのは、2023年度末とのことですが、近年の通例となっているようです。ちなみに、大芸型2番艦の白芸波2021年10月に、すでに進水しています。就役については、2022年度末の予定ということで、1年に1隻の新造&就役のサイクルが遵守されていることもチェックしておくべきだと思われます。日本の防衛力整備の枠組みとして大きく捉えた場合、防衛計画大綱に盛り込まれた潜水艦隊22体制の計画は、1番艦大芸が就役を迎えた2022年3月時点で、予定数に達していますから、これからは、大芸級の前々級である、親潮型が、順番に退役していくだろうと、推測されますね。海自の潜水艦体制については、中国海軍の戦力増強を念頭に強化されてきたものでした。もともとの16隻体制から、22隻体制へと増やしたのも、そのためです。一応22隻にはなりましたが、今後の情勢以下では、さらに増やす可能性も考えられます。そうなると、退役すると見られている、親潮型潜水艦は、練習艦として留め置かれる可能性が高いと見られます。現在、こうした海自の潜水艦が建造可能な造船所は、2社2箇所に、限定されています。それが、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場です。簡単に言えば、すべての潜水艦が神戸で製造されているということになります。昔から
造船で定評のある神戸ですからね。当然の茂行きでしょう。気候もいいし、阪神大震災という大災害はありましたが、それから25年以上経ちました。今回のジンゲイハ三菱重工業者の神戸造船所で建造されていますが、川崎重工業者と交互に、新造館を受け持つ体制になっています。高い技術と工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく上手に継承できていると言っていいでしょう。潜水艦だけではなく、自分の国で主力兵器を作れない国の場合は、兵器が欲しいとなったら、売却してくれる国を探すしか方法がありません。しかし、自分たちが求める仕様を追求して、それを形に実現してくれる技術力を探すだけでも、非常に大きな労力が必要になってきます。そういった意味では、他国の通常軍隊以上に特殊な仕様が必要な日本の自衛隊ですが、設立理念である専守防衛という目的のため、大きな制約を受けていることはご存知でしょう。日本国内での建造力は持っているのですが、世界的に見ると、汎用的な潜水艦とは言えない融通の効かない一面もあるのです。対舷型3番艦ジンゲイですが、海自の最新鋭艦ゆえの未公開データが多いようです。公開されている主なデータは、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというものです。対舷型は、前級装、流型の設計とデザインを基本的に踏襲している艦艇です。そう、流後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルということです。示されているデータを見れば、対舷型は、双流型に比べると、少し大型化しているようですが、全体的には、双流型のキープコンセプトでまとめているようです。大規模な変更は、次級の艦まで持ち越すのだろうと見られています。対舷型の推進方式ですが、双流型後期の2艦と、同じく、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせになっています。実は、対舷型潜水艦は、リチウムイオン蓄電池の搭載を、最初から前提とした初めての設計艦と言えましょう。このリチウムイオン蓄電池は、日本の GS 湯浅社が手掛けたものですが、搭載を前提に建造された対舷型には、大電流を継続的に急速充電可能な性能を持つため、新型のシュノーケル発電システムを実用化させることができました。この新型のシュノーケル発電システムにより、対舷型は、従来の潜水艦よりも潜航航行時間が長期化し、これは、作戦行動半径の増大に寄与すると見られていますが、詳細は非公開で、具体的数値までは示すことはできません。潜水艦のデータは重要機密ですからね。ただし、対舷型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池、電動機の組み合わせ機関を搭載している、双流型後期2艦の速力は、水上13ノット。水中18ノットほどと言われていますから、対舷型も、これと大差はないと考えられます。そのため、他国原潜のように、機関部に原子力推進を採用している潜水艦が、水中速力30ノット以上を発揮できる現状を考えると、対舷型が、どれほど、通常動力型として、最新鋭とはいえど、その点で対峙できる性能があるとは言い難いようです。原子力潜水艦には大きく2種類に分けられます。戦略核兵器である SLB メートル
を搭載している戦略型原子力潜水艦と、敵艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つですが、いずれも高出力の原子力推進機機関を搭載しているので、通常動力型よりは、はるかに高スピードを出せます。兵器としての原潜の有用性は、スピードで顕著ですから、日本も、いずれは、攻撃型原子力潜水艦を保有すべきという主張は、少なからず上がっています。中国海軍が増強するのに呼応したかのような動きとも感じられます。2022年現在、攻撃型原子力潜水艦を保有し運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国ですが、2021年に、オーカスを締結したオーストラリアが、これに加わることは確実です。日本は、ロシア、中国という、攻撃型原子力潜水艦を保有、運用する二大仮想敵国と対峙している状態です。今後、ますます増強が予想される中国海軍に対して、その採用も視野に入れた検討は必要になってくると思われます。ただし、中国の軍備増強を懸念しているのは日本だけではありません。南シナ海への支配力の増大を不安視するオーストラリアは、オーカスの締結によって、攻撃型原潜をアメリカかイギリスから調達、および自国建造を行うと表明しました。しかし、それから1年以上が経過しましたが、未だに具体的な潜水艦の特定にも至っていません。オーストラリアがアメリカを選んだ場合は、バージニア級、イギリスを選んだ場合は、アスチュート級と、どちららにしても、現在の最新鋭攻撃型原子力潜水艦となることが予想されますが、自国に必要な数以上の建造を行うのは、すぐには難しいようです。オーストラリアは、島嶼群を除いて、自国内での建造を前提に、計画を進めるようですが、建造に必要な、設備や要員、技術的な基盤を一から、整える必要がありますから、早期の収益となると非常に困難だと思われます。日本でも原子力というだけで否定的な風潮は以前よりは少なくなったようです。逆説的に中国、ロシアの脅威が後押ししているような状況とも感じられます。どちらにしても手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し、ずっと維持していくためには、費用、期間、人員など課題が山積ですし、何より、国民へ、真摯に説明を行い、理解を求めることが最優先でしょう。コロナ禍や物価高、低賃金など日常生活の問題を解決してほしいという思う人が大半なはずです。攻撃型原子力艦を保有、運用している前述の6カ国は、どの国も航空母艦を運用しているので、空母打撃群を編成するためにも、必須の艦艇となっています。ロシアは、航空母艦を保有しているとはいえ、旧ソ連時代の1990年に就役したアドミラル・クズネツォフのみですから、老朽艦攻撃型原子力潜水艦のほとんどは、単艦による敵艦艇への攻撃を前提としているのかもしれません。海自でも出雲、片護衛艦を航空母艦化改修が進められていますが、遠征を前提とした艦艇にはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では随伴は不可能ですから、スピードについては何らかの対策が必要になるでしょう。
日本が改修を進める海上自衛隊最大級護衛艦の動きが着々と進んでいますね。一刻も早い改修こそ中国に対する抑止力になり得るため、今後とも迅速な整備を期待したいものです。さて、今回は21年度におけるこの護衛艦の動きについて詳しく解説していきましょう。2023年の加賀改修で、すでに艦首が四角へと変貌を遂げています。このチャンネルでも何回も話題に出してきてよかったと考えています。真実を伝える件ね。2021年度の海上自衛隊の主な動きとして挙げられるのが、艦艇記号で DDH と称されるヘリコプター搭載型護衛艦の出雲が、航空母艦隊の改修の第一段階を無事クリアしたことではないだろうか。前年度の2020年では、出雲が建造された造船所であるジャパンマリンユナイテッド社の横浜事業所での第1回目の航空母艦化改修を行っており、その翌年である2021年10月に、無事に艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型の発着艦テストを成功させていることから、ことは順調に運ばれていると思われる。防衛省の発表によると、このテストが実施されたのは、四国沖合の洋上とのこと。とはいえ、言うまでもなく F-35 ライトニング 2B 型において、日本は、現在調達中の段階にあることから、山口の岩国基地所属のアメリカ海兵隊の協力のもと行われた。この際の、出雲への F-35 ライトニング 2B 型の発着艦の様子を、防衛省、及び、海上自衛隊が、2分強の動画として撮影しており、その様子は、SNS 上にも公開されている。動画の中では、同機の垂直着陸や短距離離陸のリアルな運用状態などが映されており、そのような光景を一般人でも手軽に視聴することが可能だ。さて、第一段階として、2020年から2021年6月で改修工事が行われた出雲だが、その施工内容は、外見上の変化があまりないものとなっている。というのも、施工内容としては、全通式の飛行甲板への F-35 ライトニング 2B 型のエンジン排気熱に対する耐熱加工が主なものだったからだ。今後の伊豆、モノ航空母艦化の流れとしては、2022年中に、アメリカ本土の東海岸基地において、艦載機の F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な認証を受けるとされており、以降の2023年から2024年にかけて、アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の協力を受けつつ、その運用のノウハウを蓄積していくものとみられている。その後、2025年に2度目の改修工事が予定されており、その際は、現在進行方向の先端部分は、台形となっている飛行甲板の形状を、アメリカの強襲揚陸艦等のような四角形に変更することが予測されているのだ。これにより、外見上の変化も大きく見られ、航空母艦としての変化が現れてくるものと思われる。ちなみに、現時点においても、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦は可能となっており、これは、前述のテストからも理解できることだろう。実際、アメリカ東海岸へ認可を得る際も、現状の飛行甲板で行われるようだ。今回公開された動画でも、アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型は、艦首部に向けて、スルスルと短距離滑走を行い、台形上の艦首部飛行甲板から問題なく発艦していく様子が確認できるため、運用上では、さほど問題のないように思える。その問題のない部分に、なぜ手を加えるのかというと、
飛行甲板そのものの面積を拡張することで、そこに路駐スペースを確保することと、それに干渉しない F-35 ライトニング 2B 型の滑走距離確保を図るためだ。航空母艦階の改修が終わった後、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として、出雲が運用可能となった場合でも、出雲の任務は変わらない。現状のように、対潜哨戒任務などにおいては、SH-60J ヘリ等の運用を継続することも考えられており、様々な場面に対応できるように考えられているのだ。また、艦首部分に、スキージャンプ方式の発艦装置を設置しないことも、対潜哨戒能力を維持することに、関係があると考えられている。出雲、片越艦は、艦首部の水面下の部分に、対潜哨戒用の大型のソーナー設備を搭載しているのだが、仮に、スキージャンプ方式を採用するとなると、艦首部分に重量が集中してしまい、バランスが悪くなってしまうのだ。さらに、せっかく飛行甲板の四角形階の改修を行い、飛行甲板を拡張しても、スキージャンプ式の発艦装置を備えた場合には、本来の目的であった路駐スペースの確保が無駄になってしまう。それらの理由から、イギリスの航空母艦、クイーン・エリザベスなどでも採用されている、スキージャンプ方式を採用しないとのこと。実際のところ、F-35 ライトニング 2B 型の戦闘機としての運用のみに、重点を置けば、燃料や兵装を、多く搭載しても離陸することが可能なスキージャンプ式の発艦装置が、最も運用効率には優れている。だが、前述したように、海上自衛隊は、複数の任務をこなすことを想定しており、その一点にのみ注力することは、できないのだ。出雲、と、同様に、2番艦の、加賀、も、航空母艦階の改修が進められており、加賀の場合は、出雲よりも早く改修が予定されており、艦首部の拡張を含む第1回目の工事が2022年に予定されている。その後、2024年にアメリカ東海岸基地へ出航し、出雲と同時ように F-35 ライトニング 2B 型の運用に必要な母艦としての認証を受けると見られている。これらが完了すれば、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用に入るようだ。つまり、出雲よりも先に加賀の方が F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする運用体制を構築するものとなる。出雲が2027年に対して、加賀は2026年頃と見られているのだ。ここで、出雲や、加賀の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型について触れておくのだが、航空自衛隊では、この F-35 ライトニング 2B 型を、総数42機調達するものとなっている。また、通常時の配備場所として、最も有力視されているのが、宮崎県のニュータバル基地だ。広島県の5基地を母港としている、加賀のことを考えると、距離的にもニュータバル基地は、ベストな位置にあると言えるだろう。さらに、新設が進行している、鹿児島県の馬毛島にも近く、訓練の効率化や南西諸島防衛を想定すると、理想的な立地と考えられる。しかしながら、こういった発表につきものなのが、騒音を、名目に配備反対を掲げる、特有の団体たちだ。ニュータバル基地自体は、季節の航空自衛隊基地であり、2021年時点でも、F-15J イーグル戦闘機の1個飛行隊が配備されている。このことを考慮しても、F-15J イーグル戦闘機より F-35 ライトニング 2B 型の騒音の方が、圧倒的に激しいという主張は、
疑わしいものだ。鹿児島県の馬毛島においても、反対派の人物が市長に当選したこともあり、反対運動は激化することは考えられる。しかしながら、そこに自衛隊の拠点を置くことや、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の訓練に使用するという決定は、国が下した国防政策だ。国の決定が優先されることは言うまでもない。このような反対派は、軍事施設が存在するという事実こそ危険なものであり、敵からの攻撃を受けやすいと主張するが、現状、中国に対抗する有効な代案を提示している様子はない。ただ反対を行うだけでは、なんだ、国の利益にはならず、自らの国を危険にさらす行為だということをしっかりと認識してもらいたいものだ。とはいえ、出雲や加賀の航空母艦化が完了しても、F-35 ライトニング 2B 型の搭載機数は、最大でも十数機程度であるため、航空戦力として心もとないことも事実だ。しかし、そのような戦力もないよりはマシであり、反対派を抑えながら、しっかりと軍備を整えていってもらいたいものである。防衛費増額が話題になっているが、今までの付けが回ってきているのが現状。世界情勢は日々変化している。沖縄本島は中国になりたいのか、本当に心配している。南西離島とは真逆の考えで、南西離島は東京へ県を移動してほしいとさえ考えていますよ。南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦加賀が後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいると言った3日後、当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も、前から、南シナ海での訓練を行っていた、護衛艦加賀の海底には、黒潮が、任務を、遂行南シナ海で、極秘任務についていたということを発表しました。なぜ、今頃発表と考えてしまいますが、実は、黒潮は、旧型の潜水艦その旧型でも、南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか？と、そんな気がしているのも事実です。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、最新鋭の鵜、竜や闘竜などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度は、そのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、旧型潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。
通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した放流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には潜水艦が数多くありますが、放流の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。放流は2018年10月4日に進水式を終えたばかりの比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、放流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この放流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者放流なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、放流に関する、中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式、及び進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、放流、そう、流型潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めて、リチウムイオン電池が搭載された、軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、放流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した、日本の潜水艦には、メリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と、啓発しました。これまでの、そう、流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たに、リチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが、格段にアップしたようです。日本は、近年、軍事拡張の傾向があり、未だに、アメリカの制限を受け、しかも、平和憲法のもとにありますが、軍備の面でも、存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオリュウが使用している、リチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が、2019年のノーベル化学賞を受賞したことも、記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は、多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は、普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは、効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうして、こんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には、発火しやすいという、致命的な欠点があるためと説明しています。
確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は、命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算などのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、欧竜については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された135つのメディアのみで、この機関以外から、発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから、連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性は、どんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかも、知れませんね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行した時、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことに、かなり驚いたことを覚えています。特に、海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては、慎重に扱うべき事項。それを、このように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、
現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には、日米当局が、アメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言ってよいと思われます。それにしても、どうして、日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は、原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで、強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして、記事の最後には、中国の原子力潜水艦は、言うまでもなく強力だが、残念ながら、艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは、世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した、真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は、世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。